はい、ついに着きました。ソフトクリーム工場。昨日食べたらまた食べたいって、はい、昨日のお嬢さんもいなくなっちゃった。そうなんです。それから今若い人すみません。こういう、お店なんですけど、まあ、ちょっとした小さな小酒のお店で、隣にこう工場がございまして、クリコマフーズ株式会社、地域エネルギー、開発モデル事業、こういう感じですね。この中で、作っているみたいですね。朝早いんです。まだこれからですね。ここでやっぱり昨日もそうでしたが、地元秋田県、のこの、なんだ、菅さんですね。菅総理、今度は総理大臣になったこの歓迎のですね、写真会、こういうふうに内閣総理大臣就任、菅、こんな感じで、出てるんです。私は菅総理大臣の下の名前が読めないんですよね。菅なんて言ったっけ。総理大臣の名前知らないんだけど、菅なんて言ったっけ。菅さんの名前、菅。ああ、吉秀。菅義秀だそうです。まだ読めません。もう字が難しすぎます。簡単にしましょう。さあ、ソフトクリームを食べたいと思うんですけども、感染対策は徹底していますね。ヨーグルトも、まだ空っぽだ。ヨーグルトもまだ、こんな感じですね。いろいろヨーグルトも、こんなふうなヨーグルトもありますし、こういったものを、ここに、ダーッと、商品が並んでおります。すごいです。あ、こっちにあるんだ。これヨーグルト、下はプリンって感じです。なんか下に何ですかこれ。竹炭、それ食べ物なの。わかんないんだ。食べるんだよ。食べるだろうね。竹炭って食べ物にしてあるんだ。竹炭の竹梅ヨーグルト、お腹